テラルネスタンス20周年特別企画、ゆるっとテラルネラジオ。どうもこんばんは、福山雅治です。皆さんご機嫌いかがでしょうか。はい、今日は福山雅治さんに来ていただきましたってならないですよ、島さん。ならないか。ちょっと無理があったんですね。はい、ということで皆さんこんばんは。この番組は今年で20周年を迎える認定 NPO 法人テラルネッサンスの特別企画です。テラルネッサンスは全ての生命が安心して生活できる社会、世界平和の実現を目的に2001年に設立されました。現在はアジア・アフリカ5カ国で紛争被害者の自立支援や日本国内で平和教育に取り組む国際協力 NPO です。本企画のメインパーソナリティはテラルネッサンス20周年広報デザインチームの田畑が担当させていただきます。皆さんよろしくお願いします。はい、ということで、まあ、このラジオはゆるっとテラルネラジオと題して、毎回テラルネッサンスで働く職員もしくはインターンをゲストとしてお呼びし、テラルネ20周年について各々が感じていることなどを聞いていきたいと思います。はい、ということで今日は第3回ですね。ゲストは啓発事業部職員の島さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いやー、いけると思ったんですけどね。ちょっと難しかったですかね。どう思われるんでしょうね。ね、あ、福山さんテラルネッサンスに入ったんだなって、まあ、音声だけなんで、まあまあまあ、ね、本当に信じた方もいるんじゃないですか。はい、はい、ということで、じゃあ島さん簡単に自己紹介をお願いします。はい、皆様こんばんは。テラルネッサンス啓発事業部の島明宏と申します。私は2017年の10月にテラルネッサンスに入職をして、その後、すぐ佐賀事務所、テラルネッサンス佐賀県に事務所を持っているんですけど、佐賀事務所に派遣をされまして、佐賀事務所の設立から、佐賀事務所で行うふるさと納税の取り組みだとか、学校での講演だとか、いろんなことを佐賀県で、活動していました。で、約3年間、佐賀で活動した後に今現在は、京都事務局に、席を置きながらオンラインの広報、 SNS やメールなんかで、支援をしていただく皆様、テラルネッサンスに関心を持っていただいている皆様に情報をお届けする、感謝をお届けする、そんな仕事をしています。はい、ありがとうございます。そうですね、志麻さんは僕の直属の上司でもあって、まあ、一緒に海外ファンドレイジングっていう、そうですね、ところで、はい、私がもう一つになってる大きな業務として、テラルネッサンスは日本国内から、ご支援や応援をいただいてきたんですけど、今さらに力を入れているのが日本国外、海外からの支援、そして平和の担い手を育成するっていうことに今力を入れようとしています。で、そんな事業を総じて海外ファンドレイジングっていうような言い方をしているんですが、私と田畑くんがそこをメインとなって、担ってきたっていうのはこの2021年の主な活動になりますね。なるほど、知っていながら聞いていくんですけど、もうちょっとリスナーの皆さんに、はい、なんか海外ファンドレイジングって結構、まあ、今紹介いただいたと思うんですけど、はいはい、なかなか捉えづらいというか、そうですね、イメージしづらいと思うんで、まあ、具体的になんかこうどういう取り組みをやってきたとかをもうちょっとお話しできればいいかなと思います。ありがとうございます。まあ、まだまだこう駆け出しの事業ではあるんですけど、まあ、さっきお伝えしたように海外から資金を調達する、そして支援者を増やしていくっていうことがあるんですが、主に今始めようとしているのは、特にアメリカ、やはり寄付市場であったり寄付文化というのはすごく醸成をされて、まあ、世界でもトップクラスの、場所だと思うんですけど、そこに対して、まあ、アメリカなので英語ですよね、英語でのこう SNS の発信であるとか、ホームページを作っていったりだとか、まあ、そういったところでまだまだこの活動の序盤なんですけど、そういったことを進めるのと同時にもう一つ大事にしている国があって、台湾っていう国でも今活動しようとしているんですね。よっよ、本当、もともと弊会の創設者理事である鬼丸さんが台湾で講演をするなんてことは過去にも何回かあったんですが、より本格的に台湾の方々に
この我々の思いや活動を伝えていく、そのために台湾の中国語、これ繁体字って言うんですけど、繁体字でのウェブサイトの開設や SNS の運営、またまたこうオンラインでの講演っていうことに今注力をしていますね、うん、なるほど。英語圏、まあ、アメリカだったりとかの英語圏と台湾圏の、ね、まあ、2つがあるっていう感じですね、はい、まあ、将来的にはどうなんでしょうか、まあ、台湾だったりアメリカとかでも事務所を設立して、そうですね、していきたいですね。やはりなかなかねこうまだまだ始まったばっかりなので、大きな大きなつながりっていうのはまだまだないんですよね、うんうん、でやっぱりこう我々の事業を展開していくにだってこう信頼を作っていくことが、テラルネッサンスって何ですかっていう状況なので、そこを作っていくためにはやっぱりその現地に拠点があるってものすごく大きなことだと思うので、うん、それがどのタイミングになるかわからないんですけど、まあ、これからの展望としては確実にやっていきたいことだなというふうに考えてますね、はい、なるほど。島さんがアメリカ事務所長とかになるかもしれないってことですかね。そうですね。いや、いいですね、アメリカ事務所長かっこいいですね。ニューヨーク事務所、ニューヨーク事務所、あ、いいですね、置けるかな、うん、あ、でも憧れですね。そうすると本当にテラルネッサンスがグローバルな団体だ、はい、世界に認知される団体だって言えるのかなとも思いますね。志麻さん、ちなみにアメリカ行ったら何がしたいですか、一番。やっぱりなんですか、ニューヨーク の, あの摩天楼っていうんですかね、あのこうタイムズスクエア、タイムズスクエア、あそこでホットドッグ食べたいですね。まずこうニューヨーク、ホットドッグって僕アメリカ行ったことないんですよ、まだ一回。あ、僕もないですけど、あんねアフリカ行ったことあるのに、アメリカ行ったことないという、まあ、テラルネッサンス多いかもしれないんですけど、そうです、ね、ちょっとね行ってみたいんですよね、アメリカ。いや、ホットドッグっていうのがいいですね。そう、ただこうジャンクフードというか、いや、ちょっとこう偏見かもしれないですけど、そういうのこうハンバーガーとかね、あー、いいっすね。僕もアコーディオンみたいなハンバーガー食べたいです。ね、日本じゃ絶対売ってないよね。どうやって食べんねんあれみたいな。そう、ちょっとね変な憧れはありますね。うん、まあ夢があっていいですよね。ね、まあ、はい、まあ、そういうところに今は力を入れてやってるっていうことですね。はい、ありがとうございます。で、まあ、この20周年テラルネラジオの、まあ、テーマでもある、まあ、あの20周年ゆるっとテラルネラジオということで、うん、はいはい、20周年テラルネサンスの20周年についてもいろいろとあのお聞きをしていきたいと思っていますと、はい、まず今年でテラルネサンス創設20周年っていう中で、まあ、いろんなチャリティーオークションだったりとか、まあ、7月にはテラルネッサンスキックオフイベントだったりとか、はいはい、まあ、いろんな20周年事業っていうのがある中で、まあ、島さんは、まあ、どういうふうな業務をあの担っていて、で、まあ、またテラルネッサンスの20周年に対して、まあ、どういうふうにあの思っているのかなってところをちょっと聞いてみたいと思います。はい、ありがとうございます。まあ、20周年ですからね、まあ、私テラルネッサンスにいてまだ4年なんですけど、まあ、担当職にはすごいなって内部の人間ながら思いますね。こう単純にただただ20年過ごしてきたっていうよりか、本当に積み重ねてきたって言えるんじゃないかなと思うので、うん、あのそれの凄さっていうのはここ20周年を迎えながらこう日々感じているっていうのがなんか今かなと思いますし、でこの20周年のタイミングで、まあ、私が担っているところで今 DJ してくれる田畑君と同じように広報デザインチームっていうところに在籍をしているんですが、この20周年事業に関しては、はい、ここ何してるかっていうと、やっぱりこの積み重ねてきたことのまず感謝を届けること、うんうん、支えてくれた支援者の方々にこの私たちのあのありがとうっていう気持ちを伝えるっていうのにこう特にこの半年ずっと続けてきたんですよね、うん、でそれをどう伝えるかっていうのは本当にいろんな風に工夫して、特に広報チームなので、いわゆるこの20年の活動っていうのを、うん、こんなことをやってきたんですよ、本当に皆さんのおかげなんですよっていうのをなんか伝えるのはどうしようかなっていうのを考えてきた感じですね、うん、まあ、具体的にはこのカンボジアので、あの活動の様子だとか、うん、アフリカの活動の様子だとかラオスの活動の様子だとかっていうのをこう、まあ、今こんなことしてますよっていうの、まあ、基本的には今月次で、うん、活動報告とか動画でお伝えをするっていうのをしてきたんです、してきているんですけど、うんうん、なんかそれこれまでやってきたことって
私たちにとってはこんな思いなんですっていうのをまず伝えることが結果感謝になるのかなと思ってきたので、それをこう分かりやすく伝えるっていうのを、まあ、ブログにしたりだとか動画にしたりだとかっていうのにこう一番注力をしてきたのかな、そんな風に思ってます。なるほど、ありがとうございます。そうですね、僕もこのチームの一員として、まあ、これまで海外事業で特に積み重ねてきたことっていうのを、まあ、海外の駐在員さんにインタビューをして、うん、あの記事も書かせてもらいましたし、まあ、本当にそのインタビューを通して、まあ、記事を書くことを通して、まあ、本当にすごい長い間やってきて、まあ、今があるんだなって思いますし、まあ、それってやっぱり支援者の皆さんがいてのことでもあると思うんで、まあ、そこはやっぱり感謝っていうのを一つあの大事なポイントにおいてこの20周年事業が進んでいってるっていうのは、まあ、すごいあのまあ、共感できるというか、うん、僕自身もなんかこの一員になれて嬉しいっていうあの気持ちです。いいですね。まあ、あの志麻さんがリードしてくださってるので、広報デザインチームはやっぱりこのまあ、コンテンツっていう言い方をしますけど、こうブログ一つ書くにしても、もう実は変な話適当じゃなくて本当に熱を込めて、うん、どうやったら読みやすく、どうやったら分かりやすく、そして単純な活動報告じゃなくて、その現場で頑張ってる人、そして前を向いて、生きようとこう支援を受けていく人たちをどう描くか、どうやったらこの我々の活動が伝わるのかっていうことをなんかこう必死で考えてきたなっていうのが、こう世に出せる喜びもそうですし、テラネッサンスの職員みんなでそれを作っているっていうことが20年目でまたできているのが、なんか何よりも喜ばしいことだなと思いますね。そうですね。いやー、なんかすごい分かりやすくまとめていただいたなと思います。まあその中で、まあ、下半期はこのラジオを中心に広報活動をやっていくっていうことなんですけど、まあ、あのここに関して広報デザインチームをリードするあの島さんからどうでしょう、このラジオっていう企画は。あ、すごくいいと思います。だからこの我々の思い、特に下半期は感謝をお伝えすると同時に、我々がこれからどんな思いを持って前に進んでいくのかっていうのもまた改めてお見せする、そんな時間だと思うんですよね、うん、そこをこうまたみんなで考えられることっていうのが、こう我々のまた新しい成長につながるはずなので、はい、また頑張っていきたいな、うん、そんなふうに思います。はい、ありがとうございます。今ちょっと島さんにも触れていただいたんですけど、テラルネスタンス、まあ、20周年事業の中にはテーマがあるんですよね、うんうんうん、で上半期が感謝の伝達、うん、で今下半期が、決意と展望っていうのがテーマなんですよね、はいはい、そんな中で、まあ、島さんに一つ聞いてみたいんですけど、うん、あの島さん自身 の、うん、あの個人としての今後の、まあ、決意展望っていうところ、まあ、最後にリスナーの皆さんに聞いていただければと思うんですが、はい、どうでしょう。 ありがとうございます。そうですね、やっぱりこう今、まあ、いろんな仕事させていただいている中でめちゃくちゃ面白いと思ってるのが、冒頭でお話をした海外ファンドレイジングっていう事業なんですよね。でアメリカや台湾に対してこの啓発的な、要素で、そう啓発的要素なんですよ、大事なのは。資金調達って言って支援者を増やしていくことも、応援してくださる方を増やすってこともそうなんですけど、この啓発的要素、何が言いたいかっていうと、世界平和って私たちだけじゃできない、テラルネサスだけじゃできないんですよね、うんうん、そこ、この世界に、日本に住んでる方、そして世界に住んでる方と一緒にこの世界平和を作っていくっていうことが、うん、我々が目指す世界を作るためには大事なことだと思うんです。その、うん、まず、まあ、第一歩目というか、日本国外でそれを広げていくのがこの海外ファンドレイジング事業だなと思っていて、うん、今何よりその礎を、まあ、田畑君と、まあ、私がメインになりながらそこに突き進めていることってすごく面白いですし、うんうん、やはりこう世界平和を実現するって言っていることのなんか本気度っていうのがなんか見せれるチャンスだなと思っているので、本当に皆さんに本当に楽しみにしていていただきたくて、またいろんな場所で活動報告とかさせていただきたいんですけど、この海外ファンドレイジングっていうものがどう変わっていくのか、テラルネスタンスにどう影響を与えるのかをぜひこう皆さんにお届けしたい、うんうん、はい、それが私のこう今思う決意と展望だなと思います。なるほど、いやすごいいいですね。僕もあのこの海外ファンドレイジングっていう分野で、まあ、約半年間くらいインターンをさせていただいてて、まあ、すごい難しかったんですよね、うん、あのやっぱりゼロから、ね、あの築き上げていくっていう部分では、まあ、なかなか簡単に結果が出るものじゃない
ていうことをすごい実感してきたんですけど、まあ、これがちょっとずつ積み重なって、これがまあ数年後もっと、まあ、島さんがおっしゃってたように面白いことが起こっていくと思うんですよね。だからそれは僕自身もすごい楽しみにしてますし、リスナーの皆さんにも楽しみにしていただきたいなと思います。はい、ということで、まあ、そろそろ時間になりましたんで、はい、これで第3回ゆるっとテラルネラジオを終わりたいと思います。はい、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ザイジェン。いや、何語？中国語。